はい前回はセンター試験の話題をさせていただきましてですね受験生の皆さん参考になったでしょうかねそうですね参考になってほしいですねお前言ってたらどっちがやんけっていうふうなことになってたらまあごめんなさいねっていうことなんですけどもでもねあの僕らの願いとしてはもう本当にあの万全を期して力を発揮してもらいたいと思って言ってたわけですからまあ あのー、悪く取らないようにしてほしいなと思いますこの番組はですね、まあ、学生さんの息抜きおよび保護者さん向けのお話をしていくことを念頭においてあのお,送りお送りしております、はい、ですからまあほんにね、あのー、人生にとってです、ね、大事な時期だと思うんですけど、はい、まあそれがやっぱりね今後にもねこう 生きていくと思うんですよ、まあ、生活の糧になるとか人生生きていくための糧になると思うんですよこの事件というのは、ねはい、しんどいと思いますがやっぱその辺のところをかみしめてちょっと、ね、やってほしいなというふうに思いますそうですね、はい、ここで絶対手抜いたら後でめちゃくちゃ後悔しますから、はい、これから残り、ね、資金まで1ヶ月ぐらいですけれども、はい、まあ頑張ってくださいそうですねはいそしたら1曲目いってみましょう行きましょう、えー元々 フォープレイがやるとこんなふうになってしまったっていうふうな感じです、えー、マービン・ゲイでやってたんですがこ今回はフフォーープレイのセクシャルフィーリングです文武両道豊かな人材育成を目指す大阪・中津駅前すぐの大学受験数学物理専門塾の本田数学専門ゼミです 楽しみながらスキルアップを目指したい高校生の方、高卒生の方、中高一貫校の中学生の方、インターナショナルスクールの学生の方、一緒に楽しく学びませんかお問い合わせはインターネットにて、ホンダ数学専門ゼミをお問い合わせの上、ご応募ください。はい、センター試験終わったんですけども。はい、終わっちゃいましたね。 受験生の方は心休まる時じゃないですね、これね、出願というのがもう頭を悩ます大きなことですから。はい、本当にそうですね、もやもやされていると思います、皆さん。ですからね、どういうふうにすればいいのかっていうふうな人、多いと思うんですよね。はい、ですからそれに関して、K、さん いいアドバイスか何かあればよろしくお願いしたいんですけどもそうですね、はい、やっぱり特に現役生の方なんかが怖がっているのは私も浪人するっていう、はい、やっぱり経験したことのない <laughs> あああこれがやっぱ怖くて強気になれないと思うんです。なるほど やっぱりチャレンジはねしないとやっぱり道は開けないと思うんですよ。ですから私がね指導として念頭に置いているのはまずしっかりやりたいことが固まっててもしくは脂肪校が固まっている場合っていうのはもうやっぱり現実的に足切りとか本当にあるんですけれどもやっぱり第一脂肪があるんだったらこなって思いますなるほどねややりたいいとうのがね。 ご成功への道だというふうに思いますからね。はい。それをこう、うん、こんなんだめかな、なんて思いながら、こう諦めてしまうっていうのは。やっぱり、はとはと後悔残すような気がしますね。そうですね。これ全然関係ないんですけど。まあ、例えば、好きな女の子がいて。ね、<laughs> まあ、この子に。この子が好きなんですよ。で、高値の花だから。<ん>こっちがいいや。 <laughs> でこれ、うん、いいですかね僕絶対嫌だと思うし、うん、後悔しか生まないと思うんですよまあそれもねあの、えー、こっちでいいやっていうふうに言ってくるとそのいいやと思った女の子にも失礼ですけどね、まあ、それは間違いないんですけれども、うん、やっぱり妥協っていうのをねあんまり若い時からしてほしくないっていうのが。うんうん 気持ちとしてはあります今のはねちょっとまあそういう話なんですけども <laughs> 例えばねただまあ,あの受験校っていうのはああもうちょっと、うん、まあそういうふうに考えて行きたいものって例えばそのお付き合いするみたいに一人引くわけじゃないわけですから。<laughs> <laughs> でしょそりゃそうですけどねなんち話もう言っちゃえばいいなって思うんですよ。とにかく第一志望があるんだったらしっかり迷わず行くとやっぱり勇気ある挑戦した人に結果がついてくる部分っていうのは多々あると思うしやっぱり自分のモチベーションの部分ハートの部分でですねものすごくやっぱり力を発揮もできると思いますし持続すると思うんですね。ですからまずはちょっと空を踏むんですかね。だから 死亡している大学に関しては、もう、変えるな、まあ、しっかりあるんだったらっていう話ですうん、うん、これなかったらどうするんですか。 これに関しましても非常に難しいんですけどやっぱり日本の社会構造的な部分でいくと今ね、まあ例えば大卒がいいだとか本当にめちゃくちゃ大卒じゃなきゃいけないっていう社会では確かになくなってはきてますただ大学受験に向けて3年間および時間をかけて浪人されて勉強されている方はとりあえずやっぱり大学に行きたいって思うんですよね。その前提でちょっっととお話をさせていいたたただきましらややぱりり志望校か ことっていうのがまあ先ほど申し上げましたようにみんなにあるかってなるとおそらくないんですよ。なるはい自分もねやりたかったこと J リーガーになりたいでしたからね高校生の時なんですって J リーガーはいはい高校の時ね確かに進学校に私も通ってたんですけどもまあさなんか先週いや違いましたね先々週の放送であの ヒーローロの話をしたんですはい、はい、で私ゴールキーパーの川口選手っていう、まあ、つい最近引退した選手に憧れて、はい、もうサッカーをガンガン始めたんですねはい、はい、でまあ当時はもう無鉄砲にもう J リーガーになってもう川口目指す川口選手を目指すっても言ってまして特に大学行きたいどことかってあんまなかったんですよ<ー>、えー、ただ周りがやっぱり進学校で受験勉強をするんで<ー>特にやりたいこともなく例えば親友の達也君 っていうのが,人がいるんですけど、はいはい、彼が物理選択および科学選択で理系に行くっていうから、はい、じゃあ私もそうするっていうノリで選択科目も決めましたし <laughs> そこに自自分分ななないいんじゃないですか自分全くなかったんですよとりあえず決めなきゃいけないしミニ秒で決まりました選択が。で大学受験理解しても、うん、だからとにかくなんか国公立大学入った J リーガーとかかっこいいなぐらいに思って。 えちょっと待ってください、えー、国立大学入って JP がとかになったらかっこいいんじゃないかなって <laughs> そ,れはそうでしょうけどね、えー、なんかそういう感じで選んじゃったんですよね受験に関し進路っていうのはだからまあ例えばじゃあ勉強に関して今なんか志望とかってあったかって言ったら、うん、つまりなかったんですよ <laughs> <笑><笑>ただね今私は物理や数学を教えている立ち位置で、うん、まあ昔やったこととか大学で学んだことっていうのが実は非常に役に立っているっていう結果がありますうん、うん、でそこで重視してほしいことっていうのが、うん、やっぱり脂肪が漠然としている人の場合は、うん、偏差値っていう客観的な数値を意識して脂肪校の選択をされるのが一番いいと思います。選択すするのははいいいんでけど 偏差値っていいいろろ変わるじゃないですか、はい、どの時期の偏差値っていうのがやっぱり参考しななきゃいけないけですか、ね、まあそれは直近でいいと思うんですけれども、ね、やっぱり偏差値が変動するんですけど、うん、じゃ偏差値って何なんだっていう話をするとやっぱり大学のレベルっていうものが、うん、まあそもそも、まあ、OB さんおよびおじいさんが、うん、やっぱり社会でご活躍されてできてきた大学の価値、はい 数数値化したいいいいわゆる一番客観性の高いうまあそういう数字だと思いますですからやっぱり何も指標にできないんだったら例えばオープンキャンパス行くこれもね悪くないと思うんですけど楽しそうだな、うん、でもそこがどういう将来につながるか分かんないでしょそれだったら一つの保証的なアイテムになる数字だと私は思うのでそれだったらもう偏差値高めんとこ行く っていうぐらいの気持ちで決めた方が後々チャンスは広がります。あのはい大学のねそのパンフレットにその就職先とかっていろいろ書いてあるのも参考にするんですかねほしあら。まあある程度参考データには私はなると思いますけれども、うんうん、やっぱり企業もやっぱりわかりやすい数字っていうのをやっぱり一番参考にしますね。はい偏差値が高いところがやはりこう 先にとってはいいかなと。私はそう思いますね。はい。まあ、そりゃそうでしょうね。そこ行こうと思ったらね。生半可のことで、で、いか、ね、いけないと思うんですよ。私も。ね。はい。本田数学専門ゼミでは物理を担当させてもらってますけど。ね、物理っていうのは。いややこしいというか、嫌いというような人が多いんですよね。はい、まあ、数式が嫌いとか。いうふうな、はわ、ねまあ、かるんですけど。はい もうなんかこう鬱陶しいというふうに言われるんですけど、はい、でもねやっぱりそのある程度その内容的なことをきちんとこう学習していく姿勢があればマスターできるものなんですよね。はい、でそれをその姿勢というのは先でもつながっていくし先の糧にもなっていくと思うんですよね。はい、やっぱそういうことを若い時にこうやっていくっていうことがね将来絶対必要だと思います、まあ、ことの年になってね、はい いややってて良かったなと思いますよ。なるほど。ええ、私も高校生の時は志望大学なかったですよ。そんなもんですよね。ないですね。はい、というかもっと言うとね、私は劇団入ってましたからね。はい。だから演劇の方に行ってうーん、アクションになれたらいいなっていうめっちゃくちゃ甘いんです <laughs> でもね、僕ね一言ね。 甘いと言いますけどね分かってないからそういう憧れっていうので話をするんで、はい、お前何も分かってないなっていうふうに頭ごかしに言っていくとね逆に僕は良くないような感じがするんですよ今思ってみるとはい、はい、知らないから、はい、そういう憧れで行きたいなって言ってるだけで現実はこうなんだよっていうふうに言われたらやっぱりそれは話聞きたくないなってなるんでやっぱりその自分では行きたいなでやってたら なれ,れないわ <laughs> 無理だわと <laughs> いうのは分かるんですよそう,です、ね、そうだったら自分自身でどうしなきゃいけないかと挫折なんですけど、はい、こう何ていうかこう何て言うかねこうマイナス思考の状態で進路を変えるんじゃなしに、はい、これは先にやっていっても僕に合わないしいやもう自分自身にこう合うようなことがないかなって言ってまたそこで安定を広げていって。 でこれだと思ったらやっぱりそれに向かっていくことはできますからね、はい、でそれがあったためにまあ今こういうふうにやらせてもらってるなと思うんですよねなるほど、えー、当時物理でご飯食べるなんてね思ってませんからねそうですねいや分かんないもんですよちょっとだけ私の話もさせていただきまいすとあうまあ確実に私ね J リーガーになってないじゃないですかはい、はい、もう本当に現実っていう点であの私が、うん 例えば大学に入って何を考えたかっていう話をさせていただきますとここでプレーしてても絶対プロにはなれないってやっぱり壁は感じましたし甘く見てたなって思いましたただまあ将来自分がどの商売なら勝てるんだっていう視点で実は将来を決めましてもともと受験生の時から数学がむちゃくちゃ得意だったんです。 であとその頃に塾講師のアルバイトを始めたんですけれども、うん、まあ意外とね、うん、まあいい数字が出たのと、うん、まあいい待遇の予備校に雇ってもらえて自信がつきまして気が付いたらそのまま仕事にしていたっていうのが私の状況なんですけれども結果として言いますと、はい、もうそれはもう自分にとって天職だなと思えるぐらいにはまりましてまあ今はこうしてやっている次第ですね。やっぱりねその 偏差値の高いっていうのはね。なんかこう嫌われそうなことなんですけど、はい、でもね。そういう風うなとこっていうのはね。いろんな面白いやつも集まっていくんですよね。そうですね。もう本当にねえ。こんなことをこんな風に考えてるやついるのみたいなね。ですねその刺激っていうのがね。またね。次に繋がっていくと思うんですよ。はい、だからすごくね。その お互いにこう刺激を支えることができるようなところっていうのは、やっぱりそういうとこじゃないかなと僕は思うんですね。間違いないですね。ねそれがやっぱり、こう、みんなが、みんなでね、その、お互いにこう。切磋琢磨というふうなことになってくるんでしょうけど。でもね、やってるんじゃ、なんか刺激しやいしてて、なんか面白いからやってるっていう感じで。自然に、その、こう、大きくなっているやつが、結構多いんですね。はい。そういう、偏差値が高いところ。ええ、だから、僕は、まあ、細江先生、考えてはることは。 よくわかりますなるほど、はい、ありがとうございます、はいまあ、それではですね、はい、もう完全にこれは私の好きな曲なんですが <laughs> まあちょっと皆さん癒されてほしいということで、はいはい、ラッドウィンプスの「スパークル」ですお願いします、はい、中津の大学受験数学物理専門塾本田数学専門ゼミですこちらではスポーツ活動も推奨しております我々のサッカー フットサル部門である北大阪 SC サッカーおよびエンジョイ志向のフットサルの男女のプレーヤーを募集しておりますえ詳しくは北大阪 SC および本田数学専門ゼミをインターネットにて検索の上お問い合わせくださいさあテッドですね、うん これからちょっとどういうふうな息抜きをしていったらいいのかなみたいな話をちょうどしたいなと実は思ってまして武さんと息抜きですか、はい、はい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 受験生がやっぱりもうストレスフルにですねすごくなっていく時期ですよね、はい、あ今の時期ではい今の時期何してたかないやまあ勉強するしかないのは、まあ、正味当たり前なんですけれどもそれでもやっぱり自分をね、まあ、メンテナンスしていく上で、うん やっぱり何か息抜きっていうかそういった要素がなかったら正直なところ続かないのでう、えー、ちょそういった話をねちょっとアドバイスしてあげてほしいなとも思いますし私からもいろいろと言いたいなと思うんですね私は今の時期は30分ぐらいはギター弾いてましたかねね、はい、ギギタターです、ね、ーなるほどやっぱギター弾いて、はい、うんで適当に終わって、はい、でもとにかくね長くしないんですよ。はい 30分で決めたら30分で終わるまあそれなかなか,なななか難しいんですけどね僕はね、はい、やってましたね<ー>で普段のね、はい、そ,のそれまでの,その受験勉強の時でもねもう決めてたことあるんですよ 1>,、はい、1日に必ず1時間だけゲームセンターでゲームをする <laughs> <laughs> これはお勧めしません <laughs> ゲームセンターですか、うん、あの僕らの時代なんですよ 1>,、はい、で1時間だけゲームをしてそれが1時間経ったら終わる でもこれはね、できる人とできない人いるのでおすすめしません。はい、んなるほど。私はやってました <laughs>、えー。ギターも30分って言ったら30分で切ります。はいはい。はい、なるほどね。そうしないとね、はい、逆に言ったらね、ストレスになるんですよ。まあそうですね。えー、いやまた長く弾いちゃった、もう勉強の時間なくなっちゃったっていう風うに思うんだったら、もうはっきりとね。 きちっとけじみをつける、はい、っていうふうなことをした方がなんか後々いいような感じがしますいや間違いないですけど、はい、なかなかきちっと切れないんですよ私もちょっとね今の今のはスマホのですねアプリで「ドラゴンクエスト」っていうゲームがあるんですけれども「<笑><笑>そそのドラゴンクエスト」だったですか <laughs>、はい、たまたまね、はい、そんなやる気なかったんですけどはい、はい、電車の道中ちらっとやろうかなぐらいの感じで入れたのを がもう本当に悪循環の始まりでして<ー>夜ちょっとワンプレーやろうかって言ったら結構やっちゃうんですよいやねそれでねザラザラやってる人ってねはい,いますよそれ,、はい、そ,れでそれやめた方がいいですよ<や>それ絶対そうですね、えー、もうこれはもう入れない方がいいんで別の形をねおすすめします、うん、はい、はい、あのね本当に今スマホ っていうのがまあやっぱり便利です。しま非常にね。やっぱり皆さんの助けに日々なっていると思います。コミュニケーションツールとしても、でもやはりこれをね長く見たら脳が疲れちゃうんですよ。あ、そうか。はい、それはもう視覚的にもそうですけど、またくさんね。脳に情報を与えているんですよね。見ている状況でずっとえだから、結局息抜きになってないことが多いなっていうことなんですよね。 だから、これね、息抜きとしてのツールとしてまあ活用することっていうのは、実は非常にまずいんじゃないかなと思ってます私はあんまりねもうスナホ、スマホっていうのはね、<laughs> ス,スマホっ <laughs> 慣れてないんですよ、これね、もう僕にとってはこれ、ブラックボックスなんでね、これ、<laughs> なるほどだからもう、あんま持ちたくないんですよ、ここは。とにかく携帯すらも持ちたくなかった人間がですよ、はい、こんなの持たされてもね、確かにわっ分からんんですよ、これ。 年分 <laughs> かるんだ <laughs>。はい。<laughs> なるほど。<laughs> はい。でね私としてはね、はい、やっぱり適度に運動しましょうと。 いいうのは間違いなく思ってます,あす、ねうん、ただまあ具体的にどういう運動をするかっていう話なんですけれども、うん、まあそれこそね深呼吸して体操をするストレッチをする、うん、でそれこそランニングをするっていう非常に当たり前のことなんですが疲れない程度になるべく緑が多いところなんかを走りながら、うんうん、まあ本当にちょっとずつやっていただくだけで少し気分は変わりますね。うんうん、あ緑の多いいところねはい まあいいかもしれませんね気分転換としてははいええー、まあここ狭くりしとこでガリガリやってるよりはちょっとこう開放感があるとこの方がはい気分は晴れる、はい、そうですね、うん、でもあんまり長いことするとまあ何でもそうですけどね杉太郎は及ぼさるがごとに及ぼさるいですよね、はい、間違いないですね、はい、そういうことですのでねまあ けじめをつけるというのは非常にこう何でも必要なことなんで、はい、抜,き抜きもそういうことを僕念頭に置いてやった方がいいと思います。